はい、皆さんこんにちは、熊澤でございます。最近ねちょっとカメラバッグを買ったので今日はちょっとそのお話をしていきたいんですけどね。カメラを入れるバッグっていうのは、まあ、本当に種類が様々で、レンズ 1,2 本とカメラボディが入るスリングバッグね、こう斜め掛けでこうシュッと出せるようなスリングバッグであったりとか、まあ、ショルダータイプですよ。肩から背負って、まあ、ここにポンとあるようなショルダーバッグがあってこうローラーバッグね、こうカメラがこういっぱい入ってレンズとかでこう普通に本当旅行バッグみたいなやつですよ。でもって、リュック、まあ、こんな感じで種類っていっぱいあるんですけど、僕のね保有してるカメラバッグっていうのが、ローラーバッグとショルダーバッグなんですよね。で、両方ともロープロっていうメーカーの製品で、ショルダーバッグが、ノバ 200AW ってやつですね。で、ローラーバッグがフォトストリーム。なんだっかな。200だか150かな。150とかっていうようなね、やつなんですけど、カメラリュックも買いたいなと、思ってまして。でね、そのカメラリュックをなんで欲しいかっていうとね、今の持ってる、バッグたちでこと足りるんですよ、容量とかに関しては。ただね、一個問題点があって、それがね、ジンバルをね、どう持ち運ぼうかっていうところですごく、問題点があったということで、今日はちょっとね、カメラバッグのお話、それから買った、カメラバッグのご紹介もしていきたいなと思います。まあ、そんなこんなで、まあ、カメラバッグを買ったわけなんですけど、まあ、このジンバル持ち運び問題って結構皆さんこうあるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ使ってるジンバルによって、まあ大きいものから小さいものまであるじゃないですか。ジェスチャーが真逆でしたけどね。僕が使ってるジンバルがね、ジーユンというメーカーのクレーン3ラボというですね、やつなんですよ。こちら。はい。ね。大きいじゃないですか。で、現行で最新のもので、クレーン 3S っていうのがあるんですよ。それはね、ここのハンドルをパカッと外せたりすることができる。それから同じくジーユンの、ウィービル S というものは、まあ、ここが元からついてないと。で、このね、下につける三脚がここにもつけられるというような感じになってるんで、まあ、ここが外れるんですよね。だけど、この僕が使ってる3ラボ。クレーン3ラボっていうのは外れないんですよ。外れないので、最初についてきたケースっていうのがこれね、ちょっとこう発泡スチロールみたいな材質のものなんですけど、ロックはそんなにこうしっかりとしてるわけではないし、まあ片手絶対塞がってしまうし、中にね収納するときにこう割とねセッティングを変えなければならなくなってしまうんですよ。どういうことかっていうと、ジンバルってバランス調整をしなきゃいけないじゃないですか。まあ、こういう風に、パン軸があって、ロール軸があって、チルト軸ですよね。ここをピッチ軸と言って、ここを陽軸と言ったりもしますけど、それぞれこうカメラを乗っけた状態でバランスを取らなきゃいけないわけです。で、僕がもうこの G-UN のクレーン3ラボに乗っけるのは、ルミックスの S1H であることがほとんどなので、まあ、できたら、まあレンズを変えて再調整ぐらいなもんで、微調整で済むぐらいでもう持ち運びたいんですよ。ただ、さっき紹介した、まあ、買った時についてきたケースにしまう時には、そのケースにぴったりフィットするようにバランスというか、縮めたり伸ばしたりしてしまわなきゃいけないんですよ。だから現場に行っていちいちセッティングするのがめんどくさいので、大掛かりなって考えると、なるだけ微調整で済むぐらいの、まあ、セッティング、以前のセッティングからあまり変えたくないっていうのが実際問題あるんですよ。なので収納するときもそのまんましまえたらいいなって思うんです。ただね、このハンドルがあるせいで、こうリュックとかカバンの中にバコンとそのまましまうことがね、できないんですよ。例えば、ここのハンドルのみ、ここのハンドルのみのタイプのジンバルあるでしょ？DJI のローニンであるとか、モザーのエアークロスであるとか、フェイユテックの AK とか AC とかね。だいたいここがまっすぐ棒で、こういう風に持って使うもの。それからちっちゃいものでモザーのミニ P とか、パイロットフライとかね。ああいうちっちゃいのだったらもう本当にポンと入れておけるじゃないですか。だけど、結構大きい。で、かつ、まあ、ここの出っ張りも、考慮しなければならない。ということは、中にしまうということを考えるよりも、リュックの後ろとか横とかにこう三脚、トラベル三脚のごとく刺しておくのが、まあ一番安全かなと
思ったわけですよ。ちなみに今までどういう風に持ち歩いていたかというと、まずそのショルダーバッグのノバには入りません。どう頑張っても入らないので、蓋を閉めずに収納するという手段を一時期使ってました。でこのノバっていうのはパソコンがね 13.3 インチまでしか入らないので、僕が使っているのが MacBook Pro の 15.6 インチなんですよ。なのでパソコンと一緒に持ち運びたいと考えた場合にはローラーバッグになるんですよね。ローラーバッグには僕が使っているそのフォトストリームの 150SP150 だっけ LP150 だっけちょっと分かんないんですけど、後でちょっと書いておきますね。まあそれはあの 15.6 インチの PC ももちろん入るんですよ。でジンバルを無理くりこの状態で入れるっていうことをしたんですけど、まあ他のカメラであるとかレンズとの干渉をね考えると、まあ傷つくことも怖いので機材を減らしてなるだけこう干渉しないようにする。でノバの背中の部分がハンドルにこうブスッと刺さるような貫通してるポケットがあるので、そこに他の機材を入れるというような感じで、ちょっと荷物が大掛かりになると、まあ、結構問題点があったんですよね。でさらに僕ワンオペの現場結構あるので、自分の荷物を持ちながらジンバルを回しながら移動しながらラウンドガメ撮っていくっていうスタイルの撮影もすることがあるので、そうなるとローラーバッグまず使えない、ショルダーバッグもこうやって肩から下げるとジンバル調整するの超大変なんで、どうしたものかなということでリュックを考えてたわけですよ。で最初に買おうと思っていたのがマンフロットのムーバー50ですね。このムーバー50っていうのが僕のその要件を結構満たしてくれていて、まず 15.6 インチの PC が入るという点です。でもう一個が外側に三脚とかをさせるようにこうベルトがついていたりとかで、前面っていうのかな、正面の部分の下にチャックがついてるんですけれども、そのチャックを開けると大きなマチがついてて、そこにこう三脚の足の部分を刺しておけたりするということで落下防止にもつながると、この構造は非常に素晴らしいなと思っていて、まあ、カメラも入る、レンズも入る、それからデイバッグ的にいろんな衣類とかも入れられるポケットがあったり、そこにカメラケースを入れることでカメラも収納できたりすると、これであれば、まあ、十分容量的にも間に合うし、ジンバルの持ち運びにもいいなと思っていたんですね。ただちょっといろんなレビュー記事を見ていて、まあ、その強端性というか、カバン自体の強さですよねを見ると、まあ、記事的にもめちゃめちゃ強いわけではないんだろうなって考えた時に、まあ、ちょっと困ったなと思っていたところで、まあ、もう一つ僕の中で白羽の矢が立ったんですよね。まあ、それがこのジンバルと同じメーカーのジーウンが出している、トランスマウントっていうね、ジンバルのアクセサリーの総称みたいなシリーズというかね、があるんですよね。でその中にある、こちらダドン、はい、リュックでございます。正式な名前がね、ジーウントランスマウントマルチファンクショナルジンバルバッグでございます。はい、実はねこのバッグっていうのはこのクレーン3ラボのマスターパッケージっていうのがね、実はね存在してるんですよ。14万とかだったかな確かね。今だともしかしたら10万ぐらいで買えるかもしれないんですけど、パッケージがこのジンバルとそれに付属するいろんなパーツというか、まあ、アクセサリーとこのパックがセットになったマスターパッケージっていうのにも含まれていたリュックなんですよ。でこれ単品で今だと2万円くらい、2万円切るぐらいなのかな、2万円切るぐらいだと思うんですけれども、まあ、僕はねそれを購入したわけですよ。でね、僕がムーバー50ではなくこっちを選んだ理由をね、まあお話ししながらちょっと解説していきたいんですけれども、まずねレビュー動画とかそんな上がってないんですよ。でまずね決定打になった1個、レビュー動画がないっていうところと、周りに使ってる人がいないというところで、バッグを間違える心配がないというところですね。それからまあ少数派でいたいというようなところも実は僕あったりするので、このリュックだったら確実に、まあ、日本国内では少数派に入るんじゃないかなというイメージもあったりします。そしてね、硬そうだなって思ったんですよ。で実際に届いたら硬いんですよ。結構ね硬いんですよ。で15インチの PC も入る、でそれから外側にこういう風にねベルトもついているんで、こうパチッとパチッとはめられますから、まあ、ここをジンバルでこうつけて
グッと止めることができるわけですよ。それからね、このリュック単体にも結構アクセサリーがついてまして、レインカバー、腰ベルト、ポーチ、ペットボトルホルダーみたいなやつ、メッシュのちっちゃい版、このポーチとなんか刺すやつ的なやつはですね、全部裏側にこういう風にベルクロがついてて、カバンに装着することができるんですよ。このベルトにもちっちゃいこう帯がね、いっぱいついてるので、このアクセサリー類をつけることもできると。ベルトに関して言うと、バッグの背面ここね、貫通してるんですね。で、中にベルクロのオスがついてます。マジックテープのオスなので、これをまあこう通して腰ベルトとして使うこともできますし、こういう風に固定して使うこともできる。まあ、これ一脚もまたしっかりですけどね、こうなんか俗に普通のこうベルトですよね。このベルトが局所的に縫い付けられていて、それ以外は全部こう貫通してますので、さっきのアクセサリー類をこう任意のところにこういう風につけていくことができるというのが結構ね、僕はメリットだなと思ってるんですよね。で、結構硬いんです。で、いろんなとこにまたね、こういろいろこうなんか入れられるんですよ。ここ入れることないなと思うんですけどね、入れることないなと思うんですけど、まあポケットがついてたりとか、ここがなんかほんとヘルメット的に硬くてですね、背面がこうガバッと開くと、こういう風に、PC が入るようなポケットが2つ、この中も、まあ、いわゆるそのカメラバッグなんで、こう間仕切りがあって、こういろいろこうね、レンズだったりとかを挿していけるという感じで、さらにね、なんかマジックテープが別個でこういう風についてたりとかするんで、いろいろこう例えばケーブルをどっかにまとめておくみたいなこともできると思いますし、使いようによってはジンバルこの中にドカーンもできるんじゃないかなと思ってます。そしてここにポケットもついてる、ここにメッシュのポケットもついている、さっきのヘルメットの部分ですね、ちょっとこう余裕のあるポケット、ここにもポケットがついている。で、間仕切り自体も、マジックテープになってるので、自分好みにセッティングしていくことができるようになってると。これでようやくね、僕ジンバルを持ち運ぶっていうことに対してのストレスがめちゃめちゃ減りました。で、実際に軽くね、荷物はあんまり入れないまでも背負ってみたんですけど、まあ、ベルト、この肩のベルト、ショルダーの裏側もメッシュのパッドがついてて、背中の部分にも結構肉厚のメッシュのパッドが 1,2,3 とこう肩甲骨あたりと、ちょっと腰あたりにパッドがついてるんで、結構ねストレスなく使えそうな気がしましたね。で、まああとは、まあ、試したいなと思ってるのは、まあ、最終的にこういう感じで持ち運びができたらいいなーなんていうのはちょっと思ってたりしたんですよね。うまく間仕切りでやれば、まあ、こういう風に入れられるかなと思ったりもしたので、まあ、そこはちょっといろいろ追求して、セッティングしていったら面白いのかななんて思いもしたりしながら、当面は下にこのトライポッドグリップですよね、をつけた状態でこのベルトにくくりつけて、まあ、下もちょっと底面につかないような位置に実は設置し直しているんですね。まあ、こういう感じで使って、あとはまあここにポケットをつけるか否か、さっきのね、まあ、こういう風につけるか否かはちょっと考えてるんですけど、実はちょっと、この真ん中、正中線の真ん中のところはこれがねつけられないぐらい幅が狭くなってるので、ちょっとこれつけるかつけないかは考えてるんですが、まあ、こういう風に当面は使っていくのが安牌かなと、思っています。実は製品のページでは、横に刺すような感じのイメージ画像があったりしたんですけど、まあ、僕はセンターに刺すのが一番安全かなと思って、ちょっとベルトの位置、このバックルのついているベルトは、ずらしたんですけど、まあぶっちゃけどっちで使ってもいいのかななんて思いはしたりしてます。というわけで、ようやくその僕の、カメラリュック探しが終結したので、ちょっと一安心してます。今後またそのジンバルを使ったワンオペのランドガン的な撮影も結構増えてくる予定でいますので、そういった時にね非常に活躍してくれそうなので本当に助かってます。またその作例撮りとかフィールドテストに行く時にも、ジンバル1個カメラ1個で行きたい時にずっとこうやって持ち続けるのやっぱ大変なので、ロケ先、ロケのねそこまで行って、これを出してリュック背負いながらとにかくこう回していくっていうことがようやくねできるので、やっと買ったのかよと、いう感じではあるんですけれども、まあ今日はですね、僕が買ったジーウンのカメラリュックですね、まあ、ジンバルバッグとも書いてますけれども、トランスマウントファンクショナルジンバルバッグのご紹介でございました。もしこの動画が良かったと思う方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それから SNS、Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。熊澤でございました。